会場に知ったに入っていた時、まあ、圧倒されるような気持ちだったり、私だったらドキドキするんですけど、そういう時もまたこれを使ういいタイミングなんです。なので朝起きた時も、場面場面でこう今日パフォーマンスするんだっていう実感がこう強くなった瞬間です。その時にこれをやる、ある種の毒出しです。で、口に出す、あるいは書く、そういうふうに何かアクションに変えていかないと、思考っていうのは次から次へとこう連鎖的に同じような種類のものをこう生産していってしまいやすいんですね。なので、頭がパンパンになってきたら、何かしろっていうサインだと思っても構わないです。それは楽器を置いて走るでもいいかもしれない。あるいは、とりあえず一旦ご飯を食べるという。何か具体的に行動することで、その妄想が膨らむことをちょっとこうやめにするわけです。じゃあ例えば、会場に着いたとしましょう。で、まあ、オーケストラの演奏会だとしますよね。そしたら、場合によるんですけれども、自分が乗ってない曲の間、そのホールに座ってられることがあるんです。例えばそういうチャンスがあったら、自分のいる場、望ましくはその演奏会場をひたすら五感で自分の中にインプットしていくという作業がすごくいいと思います。例えばできることとしては、その自分がオリバンの曲がリハーサルされている間に、客席に行ってですね、まずね、天井をずっと見てるんですよ。どんな形してるかな。あとで自分が演奏することになる同じ空間ですから、ただ人が来るので空間の性質がガラッと変わります。でも少なくとも形ですよ、形とか大きさは変わらないので、それをとにかくインプットしてるんですね。空間でまず目で天井を見たり、こう椅子を見たり、よく見ると何かあって、コーヒーでも誰かこぼしたのかなって思うんですけど、あの椅子の色が中途半端に1個だけ違うとか、そういうのがあったり、天皇が座った椅子が色が違ったりとかあるんですけれども、それでよく見ると普段絶対気づかないようなそのホールの細部の情報に気がつけられるんです。それで何をしているか、もうアウェー空間をホーム空間にしていってるわけです。自分のものにしていく。床も見るといいでしょうね。ステージ上だったら、あの面白いシミがあったり、誰かのいたずらなんだろうなっていう、なんか面白いシールがあったり、ありますよね。思い当たる気合いましたで、木目がちょっと違ったりとか、そういうのもどんどん見ていく。その自分を取り巻く空間にあるあらゆるもの、形、色、そういうのをどんどんまず目で見るし、例えば今ここでやってみます。色っていうのをちょっとキーワードにしてみましょう。自分が気づかなかった色がどこかにあるか。例えばすっごい蛍光の綺麗なイエローが目に入るんですよ。例えば気づいてほしい。自分の楽器のなんかの色でも、例えばあれさ、普通緑のに青ですよね。でもほっぺのところが緑。そういうふうに、これ、この字、ちょっとエンジン色になってます。それでちょっと探してみてください。どんな色があるかな、この辺の白色の上、下、横、いろんなものに、人の服でも、顔色でもいいし。そわそわエネルギーを使う作業だと思います。注意力が高まっているので、その注意の向け先をたくさんのところに向けるわけ、向けてあげるわけです。
て資格を